ただいまより町会議場所2015リアル相撲を行います。まず初めの取り組み、出場力士の入場であります。東方大砂嵐、東前頭11枚目、エジプト高晴屋出身大竹部屋、西方千代丸、西前頭16枚目、鹿児島県志布志市出身九重部屋。さあ、史上初のリアル相撲はこの取り組みです。西から千代丸、そして東は大砂嵐。今一瞬画面上のテロップが間違っておりました。失礼いたしました。歴史的な瞬間にちょっとスタッフも手元が一瞬狂ったようです。さあ、このリミッターを解除した2人、一体どんな相撲を見せてくれるんでしょうか。普段我々がテレビで見ている大相撲はフィルターのかかった大相撲、元来力士のパワーとはテレビの枠に収まるものではありません。おっと、いきなり塩を撒いたことで炎が巻き起こった。この時点でですか。大丈夫ですか。塩を撒いただけでこれですよ。はい、これ取り組みが始まったらどうなってしまうんでしょうか。電気走ってる。これは危険です。いや、これはおそらくですね、まあ溢れ出すオーラといいますか、2人の中にこれまで抑圧されていた力、いよいよ解禁となります。またもや、おお、天井が吹っ飛んだ。幕張メッセの天井が吹っ飛んだ。竜巻が巻き起こる。こんな光景は見たことがない。こんなことになってるんですか。今、天井が今一部破損したようであります。大丈夫ですか。皆さんお怪我ありませんか。さあ、両者ともに突き押しが得意、そして何といっても大砂嵐は得意のかち上げがあります。通常のかち上げではない、リミッターを解除したかち上げは一体どんなものなのか。さあ、日本が誇る最高の防衛機密、溢れ出る力、もしかするとこの炎が神通力というのかもしれません。あんまり立ち合いが長いと怖いですね。パワーが溜まりすぎて、あの野前さん、いつもとは違う緊張感やっぱりありますよね。塩を巻いただけでこれです。塩だけでぶつかったら大変なことになりますよ。これは危ないですよ。石田さん、恐ろしいですね。ちょっとめまいしてきましたね。はい、親方、はい、本当にこれはすごい瞬間を我々今目撃してるわけですよね。楽しいことがありますね。はい、やばい、まだ時間前でこれですからね。やばい、会場内の設備がちょっと心配であります。うわー、制限時間が近づいてきた。2人の体から炎が立っている。黄色い炎、そして青い炎、巻いた塩によって起こる竜巻、これが完全無修正、リアル相撲、リアル力士の力。さあ、制限時間いっぱいか。軍配が返る。足の1号を決めます。ゆっくりと腰を割って、手をついて、さあ立ち合いだ。がっぷりと組んだ右四つ。さあ、右四つからお互い力が入る。さあ、どうする。がっちりと組み合っている。炎が立っている。さあ、どうだ。千代丸がいる。千代丸がいる。大砂嵐を押し返した。お互いに回しを取っている。親方、これ五分の展開ですね。さあ、どうだ。つった、つった、つった。大砂嵐、千代丸も重たいですね。そして今度は千代丸が引きつける。引きつける。寄るか。お互いに力が入る。さあ、体から電流、いや、オーラがほとばしっている。さあ、どうだ。千代丸が寄る、寄る、寄る。どうだ、どうだ。残した。大砂嵐、残しました。大相撲になってまいりました。史上初のリアル相撲、大変な事態。そして千代丸また寄る。さあ、どうだ。引きつけて、千代丸が、千代丸が、どうだ。戻しました、大砂嵐。いや、すごい力だ。リアル相撲だけで見られるこの光景、2人
だかなり熱を帯びてきた。どうだ、千代丸がまさゆる、おー引き出そうだ、おー素晴らしい、会場の壁を突き破った、大気圏外宇宙へと飛んでいく、高速宇宙へか、さまにスピードで加速、旋回転以上だ、もはやこれは計測の応答、アメリカはニューヨーク上空、大西洋を渡ってヨーロッパ、そして中国の人民広場から西へ向かって、今度はロシアであります、アジア大陸を横断、海を渡って、今度はあピラミッド、東京エジプトに里帰り、一気に加速、さあ幕張上空は虹がかかっております、雷鳴が轟く中、大砂嵐が落ちてくるのか、さあ隕石の上に突っ込んできた、緊急着陸大丈夫か、土俵に突き刺さった先ほどの決まり手は押し出し、押し出して塩丸の勝ち。よく無事でしたね。本当ですね。いやすごい。